動が決まった3人。3人が開発する前から赤色と黄緑色の LED は世にあったが、青色の製作は技術的に難しく、20世紀中の開発は不可能とさえ言われていた。そして赤崎教授と天野教授の研究を発展させたのがカリフォルニア大学サンタバーバラ校の中村修二教授だ。徳島大学工学部を卒業した中村教授は地元の日夜化学工業に入社。当時会社は半導体分野への進出を目指していたという。その中で中村教授が取り組み始めたのが青色発光ダイオードの研究だった。市販の装置を自ら改良しながら休み返上で実験に没頭したという。もう誰もやってないこの力みなんですね。と言いますのはこの過去10年間ずっとやってることを真似ばっかりして結局失敗しましたから、でもうそれが一番だった、ね、大手がやってないどこもやってないことをやりたいという。そして名城大学の赤崎教授の研究を踏まえ、中村教授が青色発光ダイオードの製品化に世界で初めて成功したのが1993年。極めて明るい青色 LED の開発は20世紀中の発明は無理だとまで言われた難題だった。それを当時サラリーマンだった中村教授が成し遂げたのだ。しかし会社から支払われた発明報酬はわずか2万円だった。中村教授は2001年、発明者として特許の正当な対価の一部を求め訴訟を起こす。3年後の2004年、東京地裁は驚くべき判決を下した。企業が特許を独占することによって得た利益と発明に対する個人の貢献度から算定した発明の対価は604億円とし、中村教授が要求した200億円の全額支払いを求めたのだ。これまで特許は会社に帰属するのが一般的だったが、開発者個人の権利や報酬を認める画期的な判決だった。判決を受けて私は一番最初まではホッとしたということです。と言いますのはですね、この判決の金額はですね、まあ適当な、まあ、曖昧な金額でしたらですね、もう技術者研究者やる気はなくなると思うんです。と言いますのは、私が言うのもおかしいんですけど、この発明青色 LED の発明というのはですね、もう100年に一度の発明だと思うんです。と言いますのは、まず発明がすごいということと、まず発明をしてですね、それにしてちゃんと特許を出してですね、その特許有効期間中にですね、市場がですね1兆円を超えるんですね。こういう発明は過去ないんですね。100年に一度ぐらいですね。過去ノーベル賞をもらった人の発明を見られたら分かると思うんですけど、まず特許を出してないとか、特許を出していたとしても特許の有効期間が切れた時に初めて市場ができるような、そういう発明がほとんどなんですね。大発明というのはそういうのが多いんですね。会社側は控訴したが、裁判が長引くことを嫌った中村教授が和解に応じ、およそ8億円が支払われた。青色 LED の開発に成功した中村教授は世界中の大学などから誘いを受け、2000年カリフォルニア大学サンタバーバラ校に研究の場を移した。アメリカではクリーンエネルギーの分野などを研究している。世紀の大発明と言われた青色 LED の開発者中村教授は10年以上前からノーベル賞の候補者に名前が挙がっていた。残念でした。皆さん申し訳ないですけど、ご期待にそうです。残念です。はい。そして今日、ついに中村教授にノーベル物理学賞が贈られることになった。How did it feel like to be waking up in the middle of the night with the message of that you'd received the Nobel Prize? Oh, yeah, it's unbelievable. It's like, yeah, it's amazing.
中村教授は大学のホームページに喜びの声を載せた。私の青色 LED 発明でノーベル賞を受賞したことを非常に名誉のことに思います。私の夢の LED ライトが現実のものになり、とても満足しています。エネルギー効率の良い LED ライトがエネルギー消費の削減と世界中の電灯の低コスト化につながること。教授は1954年愛媛県生まれの60歳、徳島大学を卒業後日夜化学工業に入社、現在はカリフォルニア大学サンタバーバラ校で教授を務めています。中村教授の義理の姉しげ子さんはびっくりしましたね。まさか取ると思ってなかったんで、毎年ノーベル賞だったらうちに皆さんいっぱい来られますよって言っても、日本ぐらいだよあんなに騒ぐのはって言ってましたよ。日本人の物理学賞受賞は2008年に小林誠さん、増川俊秀さんらが受賞して以来で、これで日本人のノーベル賞受賞者は22人になりました。受賞式は12月にスウェーデンのストックホルムで行われる予定です。ただ先生おっしゃってましたけども、こう10年間20年間というスパンで研究を続けられるというのは口でおっしゃるほど簡単なことではないと思うんですが、これまでのそのご苦労を振り返っていかがですか？はい、そうですね、最初の10年間は従来から赤い色とか赤外の LED の研究をしていまして、であと10年経ってからですね、89年から93年にかけて青色発光台の研究したんですね。ですから青色発光台の研究だけはもう 4,5 年で製品化まで行ってますから、そんなにかかってないですね。ですから青色発光台の研究に関してはそんなに苦労したことはないですね。むしろ最初の10年間苦労したこの赤外とか赤色発光台、この10年間は非常に苦労で、その時にいろんなことを経験して、それを青色発光台の研究に使って成功したというのが、そういう感じですね。この先生の受賞を見て、日本の子どもたちも僕も研究しようと思った子どもたち多いと思うんですね。そういうこれからの子どもたちへの伝えたいことというのはありますか？やはり子どもの時はやっぱりですね、私もそうですね、小さい時は科学者になりたいという夢を持ってまして、実際そういうふうになってます。で、その科学者になりたくなったのはやっぱり手塚治虫さんの鉄腕という漫画を読みましてですね、ですから小さい頃に大事なのはやっぱり自分が何をしたいか、自分の夢を見つけて、それに向かって頑張って勉強するということが非常に重要じゃないかと思います。わかりました。本当にお忙しいところ中継つないでいただきましてありがとうございました。本当におめでとうございます。そんな中、師弟関係にあった赤崎教授と天野教授は1985年に青色 LED の基礎開発に世界で初めて成功した。大変サプライズで、こんな迷惑はない、これ以上に迷惑はないと思っています。半世紀ぐらいになりますかね。最初の頃はとても20世紀中にはできないだろうと当時言われておりましたので、
どんどん辞めていく人もいましたし、そういう状況でしたけれども、私はちっともそういうことは考えませんでした。まあ、政府は別に考えておりませんでした。誰なんでしょうか。はい。フランクフルトがトランジットでしたので、そのトランジットの時に少し PC を開けて、電子メールを確認しましたら、お祝いのメールをたくさんいただいてて、それで初めて知りました。ただ、読んだ時には、本当かなというのが正直な感想で、今でもまだ半信半疑な状態。赤崎教授と天野教授は共に名古屋大学の研究室で研究を続けていた。10年間の試行錯誤の上、青色発光を可能とする半導体結晶の作成に成功したのだ。まあ、天野先生はもう一緒にやってきましたので、本当におめでとうと申し上げます。それから中村さんはコロナさんで非常にいい仕事をされましたので、この3人で実は実現したことが何回かあるんです。他の仕事で。そういう意味で本当に良かったと思っています。青色発光に成功したが、当初は明るさが足りず実用化には程遠かったという。天野氏はその後、赤崎教授との研究の中で電子ビームの照射により実用化できる方法を発見した。この成果をもとに世界で初めて青色に発光する LED が誕生したのだ。調査すごく激しいですから、ね、天野教授は1960年静岡県浜松市生まれ。名古屋大学では赤崎教授の研究室で学んだ。卒業後は名古屋大学や名城大学で研究を続けてきた。天野教授は現在フランスに出張中で、大学側も連絡がつかない状態だという。発表の瞬間は空の上で、受賞をまだ知らない可能性もあるという。10日に帰国予定だ。打ち解けた、教授らしくないキャラクターで、気さくにコミュニケーション取られる方で、はい、自分たちの先生が選ばれるなんて思ってもなかったんで、でも本当感無量です。修二さんのパワーがすごいなとは思いましたね。はい、だからきっとお母さんはずっとこれを待ってるんだろうなと思いましたね。彼はドライでおるが、こちらの方はね、もう毎年毎年そういう取材攻めでね、やってて、で落ちるためにね、挫折感とね、このストレスが